この事件は先月10日、足寮町内の山林にスナック店経営の信本真由美さんの遺体を遺棄したとして、無職の志戸則義容疑者が逮捕されたものです。捜査関係者によりますと、信本さんの自宅寝室のベッドについた血痕を覆うようにして布団がかけられていたことが分かりました。志戸容疑者は殺害後に事件の発覚を遅らせるため、布団で血痕を隠し、シーツに遺体を包んで運んだとみられています。遺体を遺棄したと話す現場では、血のついたシーツとパジャマが見つかっています。今日も警察が遺体を捜索しましたが見つかっていません。動画をご覧いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。